こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご覧にならない方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、都営大江戸線の、西新宿5丁目、駅です。西新宿5丁目駅より徒歩5分です。今回は、新築のデザイナーズ物件です。すでに色々な、内見動画で紹介されていると思いますが、飽きずにご覧いただけたら嬉しいです。いくつか部屋を見たのですが、今回は、その中の一番条件の良い部屋を、ご紹介いたします。他の部屋は、また次回ご紹介いたします。55平米のワンルームタイプですが、実質的には 1LDK として利用可能です。4月末に完成したばかりの出来立ての新築物件です。ここが物件へのアプローチです。共用部の門も鏡面仕上げで、癖が強いです。自分の姿が丸見えです。もし尾行されていても、鏡になっているので、わかりますね。あ、物件に到着しました。これです。おお、外観が流線形で美しいです。オートロック仕様です。外観がとにかく美しいですね。これだけでもインパクト十分です。お部屋は3階なので階段で行きます。今日も大腿四頭筋が鍛えられます。3階ですが、螺旋階段ではないので、まだ登りやすいです。おお、この部屋専用のアプローチです。石も流線形で外観と合わせていて、おしゃれです。3階ですが、眺望もなかなか良いです。夜も夜景が綺麗そうです。この日は、玄関扉が開放されていました。めちゃくちゃ大きい扉です。おお、玄関広いです。かなり贅沢に作られていますね。壁も天井もコンクリート仕上げで、しかも内装まで流線形のデザインで、かっこいいです。もちろん無駄な部分も出てくると思いますが、個人的には、すごく好みです。まあ、私はミーハーで単純なのですが。こちらは、下駄箱です。三角形なので、効率は悪いですが、上下あるので、ある程度は収納できそうです。上がってすぐに、リビングダイニングスペースのようです。実生活を考えると、玄関から丸見えになってしまうので、どうにかしたいですね。こちらは、水回りです。洗面、トイレ、浴室です。大きな窓がついているので、めちゃくちゃ明るい。洗面は、シンプルイズベストなデザイン。これはタオル掛けのようです。洗面隣に洗濯機置き場がございます。広いので、大抵の機種は設置できそうです。鏡がないなぁと思ったら、ここに隠れていました。窓があるので、苦肉の策なのかどうかわかりませんが。
こちらは、トイレです。温水洗浄機能付き便座です。奥にトイレがあるのは、いいですね。上部には釣り戸棚があるので、予備のトイレットペーパーなどを置けます。こちらは、浴室です。スケスケの扉ですが、もうスケスケは慣れているので、全く気になりません。浴槽が広くて、足を伸ばして入れるのは、いいですね。窓があるので、換気がしっかりとできますね。こちらは、寝室スペースです。窓が大きくて明るいお部屋です。モデルルームとして見せていますので、家具はつかないのでご注意ください。エアコンが設置されていますね。ここにカーテンレールがあるので、仕切られるようになっています。これは、造作家具となっていますが、開かなかったです。収納になっていると思いました。ただ、これは私の開け方が悪かったのかもしれません。ここに洋服がかけられるようになっています。棚の上は物が置けます。こちらは、テラスです。玄関側とつながっています。防犯面で少し心配かもしれませんね。こちらは、キッチンです。造作家具として、カウンターの棚が設置されています。調理器具や食器を収納できます。キッチンは、シンプルですが、広さもあるので使いやすそうです。後ろにも造作家具があるので、食器などの置き場に重宝しそうです。ここにインターホンや、給湯のリモコンがございます。こちらは、リビングスペースです。開口部が大きく、光をうまく取り入れて、明るいです。エアコンがあちらに設置されております。天井はこの通り、吹き抜けになっていて、開放が抜群な上、上部にも窓が多く、こちらからも光を取り込んでいます。この窓が少し怖いですが。北側ほどの眺望の良さはありませんが、悪くない眺めです。
上に行けるようなので、行ってみます。またまた大腿四頭筋が鍛えられます。おお、屋上テラスです。これは、開放感ありますね。昼もいいですが、新宿の高層ビル群が見えるので、夜景見ながら、ビールでも飲んだら最高ですね。ここからリビングまで見下ろせます。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節淀、を発表します。今回の、苦節淀、は、4です。インパクトある流線形の外観、内装も最先端のデザイナーズ物件という雰囲気、広い屋上テラスもあったので、4としました。今回の物件、新築なので建物綺麗で、美しい外観と内装、光を多く取り込む工夫がされていて、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。